さんこんにちは、石田です。今回はですね、壁をですね真っ白に変えていきたいなと思っております。でまずはですね、元ある壁を剥がして、でそしてそこからペンキで塗っていきたいなと、思っております。まあ、いい感じになればと思います。でこの上の部分ですね、ちょっとずらします。はい、もう緑になってますけど、これもですねできたら白に変えていきたいなと思ってます。はい、今ですね、壁をですね、剥がしてですね、きれいにしましたので、拭いてから下塗りからやっていきたいなと思います。その前にですね、電球をね、変えようかなと思います。はい、6中5分ですけども、電気つけたいなと思います。明るっ、1個ついてないですね、これ。これでどうだ、明るいね。明るい、タブで見に行きます。はい、あそこのですね、壁に穴が開いたところがあるんですけど、それをですね、このリペアプレートというので塞いでですね、その上から色塗っていきたいなと思います。実はですね、これ2個あるんですね。でリペアプレートでカバーしていきたいなと思います。ここは暖房があったところですね。きれいに穴があるんですけど、はい、壁が下がりました。ここからね、また塗っていきたいなと思います。もう一つこっちも塗ってきました。はい、ペンキを塗る前にですね、この床に垂れてもいいようにクロスマスカーテープ貼っていきます。はい、下塗り用のうまく塗れる今回使っていきたいなと思います。最初は下塗り、そしてその後に仕上げを塗っていきます。意外と硬いですね、粘土みたい。本当に下塗り用だよね。はい、おはようございます、吉田です。2日目になりました。下塗りのですね、壁も今朝来て見てみたら、いい感じに、ね、なっております。昨日の反省というところはですね、やっぱりね、下塗りをバカにしてました。下塗りをしっかり塗らないと、仕上げ用がね、塗れないということがよくわかりました。
高い塗料の容量のやつじゃなくて、このダイナミックに使うっていうイメージでやらないといいのできないなって感じですね。でこれからですね、今壁の穴、また上からですね、室内壁補修用と言われているやつですね、ちょっと上から乗ってですね、ところどころの綺麗にね壁作りたいんで、またへこんでる部分だったりとかこれで修正して、その上から、下塗り、そして、明日ぐらいから本格的に仕上げをブワーッと一気にやっていきたいなと思います。粘土みたいですね。素人なんで決してプロではないんで、ところどころ下手くそな部分あったりすると思いますけども、そこはですねちょっと一旦胸に留めてですね、見ていただければ嬉しいです。